こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でイコーです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。いよいよ17年目。17年目の開幕戦ですね。ホリテール浜松戦からスタートです。我がチームはこのような状況。ホリテール浜松はどうでしょう。S もあるし C もある。キーパーのモラーが強いし、ディフェンダーが強いチームですね。簡単に点は取れなさそうですが、勝っていきましょう。このままのメンバーでスタートです。勝率は高いね、こちらの方が。早くもせ、ブロックになってしまう。逆にピンチ。あるですね、さすがにこれは。危ない。されてる気もする。相手の守備本当硬いんですよね。ちょっとこれはなんて言っても相手の守備陣が壁になってますね。それがいつ崩れるかですよね。スピードもあります。ノーホイッスルです。タリング、拾っているのは強いですね。入った。先取点です。シリーズの壁を越えていきました。試合終了です、まだボタンしなくていい。当初から先生中段をどんどん2人先行して変えていきましょう。危ない。
おぉ、吸えてた。キラーゼーターやばかったですね。クライスのチェンジだ。センタリング、追加点、うん、オフサイド。さあ、早くこれ交代枠使い切ります。比較的フレッシュな状態で、ってことですね、中断は。あっと、これは良くない。拾ってくれるのがいいですね。これはすごく助かっている。センタリングって取り込めるか、取りに行きません。あっと、すごいなこれ。危ない。おお、バーに救われました。バー味方だった。急にセンタリング来るんでびっくりしましたね。これはちょっと切り抜きですかね。ほとんど時間はもうありませんが、おっと、これがあるんだよな。試合終了です。危なかった。ロング縦パスが本当に脅威ですね。JK 中瀬の2回転シュート。お、すごいな。これですよ、このシーンですよ。こう縦パスからびっくりしましたね。ということで5チームが勝利ってことになりますが、その中を1チームになりました。さあ、そんな次はチェスト鹿児島との一戦です。これ上がってきた選手ですね。もちろん油断は禁物ですが、行きましょう。この代わりエリカを起用。ヤンを思い切って起動。ディフェンダー萌えですね。キーパー変えません。そいつはダントツだが。危ない。引き続きピーチが続きます。あっと、決められてしまった。そうでしょ。比較的
きた選手は負けられないですけどね。そう簡単には入らないですよね。そんなに良くなかったな。こちらボールのフリーキック、おっと取られてしまう。変な動きが良くないな。あ、コーナーキックのピンチです。人数狙うと危ない。お、取りましたね、ナーコが。センタリング、これ緑。あーっと、バーに嫌われるが、拾えなかった。こちらボールです。ボールを結構支配している時間は長いんですけどね。福島にあるんで、こちらボールをすごいになります。オフサイドですね。先生を許しております。足りない。こんなキックになります。前半終了です。矢は即刻変えないといけないよね。リードされたまま時間は過ぎていっています。でも交代ですね。クラリス、縦パス来る。まずは同点へ入りました。同点。早くからさつき、リホが決めました。疲れているようには見えますが、ピンチは幸子が拾った。お、いい回通ったが、お、これはペナルティエリア内エラー、ファール、しかもイエローカード。さあこれペナルティーキックのチャンスが得ました。緑が蹴ります。決まった。リード勝ち越しです。
点に成功しました。リング取っていきますが、コイツァーが速い、フレッシュだかな、比較的。早く前に出ますね、積極的に。さあ、これは相手ボールの素振りになってしまいます。クロイツァーが急にスピードフォープレー遅くなったな。まだ油断は禁物。リシャーティタイムは2分。はい、勝ちました。試合終了です。いきなり前半5分、サンサーテ鹿児島チェスト監視は先制されてしまいます。バーにも鍛えてしまいます。ただ後半15分、ミホが出てくれました。そして PK が取りまして、その緑が決めます。試合終了。これで開幕2連勝となりました。相手の方のシュートが断点多いですね。いやー、鹿児島脅威のチームでした。これで2位ですね。武蔵野ホーネッツとともに2連勝したチームということになります。ガード欧州2連敗で最下位、なんかチーム力も相当落ちてますね。5位ですね、昨年。優勝は来ません。いや、来ませんじゃない。スペタの東京でもないよね。我慢ですね。1勝1敗となっております。メンソレ那覇は力をつけているが、ということで開幕2連勝で好調なスタートを切ることができました。引き続きハードなローテーション日程で公式戦は続きますが、勝ち抜いていきましょう。見ていただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。